皆さん、こんにちは。2022年1月1日、日本テレビで放送されている『笑点』にて、新メンバーが発表されました。『笑点』の大喜利メンバーとして新たに加わったのは、落語家の桂宮治さんです。45歳という若さで、『笑点』メンバーへの大抜擢となりました。順風満帆のように見えますが、実はすごい人生を歩んできた人だということをご存知でしょうか。そして、その桂宮治さんを支えてきたのは、奥様である飛鳥さんです。今回は今大注目の桂宮治さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。桂宮治さんは本名を宮俊之と言い、1976年10月7日生まれ、東京都品川区武蔵小山の出身です。桂宮治さんの奥様である飛鳥さんは銀座のホステスとして働いていたことがあるそうです。そんな飛鳥さんと桂宮治さんはどのように出会ったのでしょうか。桂宮治さんの奥様である飛鳥さんは本名を宮飛鳥と言い、1974年生まれです。とても美人な奥様であり、桂宮治さんより2つ年上なのだそうです。桂宮治さんの奥様の飛鳥さんは実はもともと舞台俳優でした。舞台俳優と同時期にしていたのが銀座のホステスだったそうです。舞台俳優だけで食べていくのはなかなか難しかったのかもしれません。比較的多くホステスの仕事をしていたとすると、飛鳥さんは年収500万円以上稼いでいた可能性もあります。桂宮治さんと飛鳥さん出会いは、銀座ホステスとして勤めるお店に桂宮治さんが来店したのがきっかけです。当時桂宮治さんは大手化粧品会社で働くバリバリのサラリーマンでした。会社でも1、2を争う成績だった桂宮治さんの年収は1000万を超えていました。営業で働いていると、顧客との付き合いなどで銀座のクラブなどに行くこともあります。そこで飛鳥さんと運命の出会いを果たしたようです。飛鳥さん28歳、桂宮治さん30歳の時のことでした。その後2人は交際に発展し、2007年に結婚しました。飛鳥さんは結婚に際し、舞台俳優の夢は諦めて桂宮治さんを支えようと考えていたようです。桂宮治さんとの結婚について、2017年9月4日に TBS で放送された「結婚したら人生激変〇〇の妻たち」って飛鳥さんは次のように答えていました。後悔ですよね。やっぱりこんなに苦しい思いをするはずじゃなかった。でもまた生まれ変わってもこの人かなって思います、と述べています。生まれ変わってもこの人と思えるなんて、とても素敵なご夫婦だと思いますが、結婚を後悔したことがあるというのはなぜでしょうか。大手化粧品会社で働く以前は舞台役者としての道を志していた桂宮治さん、ただ生活は日々カツカツなため、消費者金融3社から計200万円も借金をしていました。その後大手化粧品会社で年収1000万プレイヤーにまで上り詰めるも、貯金はおろか借金を返すことをせず、200万の借金は宙に浮いたままになっていました。そんな時に出会った飛鳥さんが桂宮治さんから借金の話を聞いたといいます。一緒に暮らそうという段になって借金のことを告白すると、私が何とかするとアパートの敷金、礼金、前家賃、家財道具すべて揃えてくれたそうです。その後なんと1年半足らずで借金返済どころか貯金まで作った飛鳥さん、しかし生活を切り詰めながらその後も貯金の日々が続くことになります。年収1000万の旦那様をゲットした飛鳥さんですが、結婚式で思いもよらぬ事態となります。なんと結婚式の場で突然桂宮治さんが会社を辞めると参列者もいる前で高らかに宣言したのです。参列者はもちろん、何も知らされていなかった飛鳥さんも寝耳に水の出来事でした。桂宮治さんが落語の道を目指そうとしたきっかけは、化粧品会社の営業時代に話術を学ぶ目的で見ていた落語の YouTube でした。たまたま YouTube で桂枝雀さんの落語を見つけ、こんなに面白いものがあるのかと落語の面白さに衝撃を受け、落語家を目指すことを決意します。そして化粧品販売の仕事を辞め、31歳の時落語の世界に入っています。そして結婚の翌年、2008年には桂伸治さんの門下となり落語の道へ進み、桂宮治の名を名乗るようになりました。当時を振り返り飛鳥さんは、これをやると決めたらそこ一本で行くような人なので説得する余地もなかったと言っていました。落語家になったものの、すぐに仕事としてやっていけるわけではありません。やっと手渡された給料は
封筒に入った3万円でした。落語家は高い方から真打ち。2つ目、前座。前座見習いと階級がありますが、当時落語家になったばかりの桂宮治さんは客前にすらまだ出ることができない前座見習いでした。師匠からのお小遣いで食いつなぐしかない状況だったそうです。彼の収入は当てにできないので、自分だけが頼りだと感じた飛鳥さんは銀座のホステスの仕事を続けることにしたといいます。年収1000万の生活だと思っていたところからの大転落ですから、相当ショックだったはずですが、飛鳥さんは桂宮治さんには、お金は私が何とかするから、やりたいことをすればと背中を押してあげたといいます。その後前座となり、寄席に出られるようになっても無給が続きます。前座として寄席などで経験を積んで腕を磨いていく期間は平均2から5年と言われています。その間も師匠からのお小遣いしか収入はありません。やっと2つ目に昇進しても、自分で仕事を探さなくてはならず、師匠からのお小遣いもなくなります。月収も2万から15万と個人の実力や営業力での差が顕著に出てくるので、収入に幅が出てきます。相当不安定な生活に飛鳥さんも大変だったことでしょう。桂宮治さん夫婦は2010年に第一子を授かりました。しかし2010年はまだ落語家としてお小遣いしかもらえないような状況です。なんと飛鳥さんは産後2ヶ月で銀座のホステスとして復職しました。産後8週間は産褥期といって、出産でボロボロの体を元に戻す大切な期間です。基本的には働かずに安静にしていなければならない時期です。産後2ヶ月で復職は、飛鳥さんの体は相当ボロボロだったはずです。月3万円では全く足りないので、働かざるを得ない状況で生活はかなり困窮していました。自分はシングルマザーと思って、夫も含めて家族を食べさせていくぐらいの覚悟で働こうと思いましたと語っています。昼間は子供を見て、夕方から子供を預けて銀座に出勤し、帰宅する頃には夜中2時を回っていて、日々の睡眠時間は3時間だったそうです。そんな生活を半年続けたある日、心身ともに限界を迎えた飛鳥さんは過労により自宅で倒れてしまいました。2012年には2つ目に昇進した桂宮治さん、同年には NHK 新人演芸大賞の落語部門で大賞を受賞するなど、どんどん頭角を現してきました。給料も増えてきたものの、2017年当時の収入は月20万円で、子供たちを養っていくにはまだ心もとないようです。そのためごびいきさんとの食事会には家族ともども参加をして食事をいただくなどしているそうです。またごびいきさんからいただくお車代などのお小遣いもありがたい臨時収入となり、なりふり構わずある意味たくましくなったようです。桂宮治さんと飛鳥さんは3人の子宝に恵まれました。30代からの入門ということで、桂伸治さんは最初かなり心配だったと思います。こうして活躍している桂宮治さんを見て、師匠の桂伸治さんも誇らしく思っているのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。